Welcome back to my channel. It's Misa. 皆さんこんにちは、Misa です。前回の動画ご覧いただきましたでしょうか。前回はユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきたというビデオの前半だったんですが、見てない方はぜひこちらのバナーが下の動画の概要欄から先に見てみてくださいね。そして今回はそのユニバーサル・スタジオ・ジャパンの後編のビデオです。ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターへ行ってきたという特集になります。ではまずですね、先日のユニバーサル・スタジオに行ってきた時の様子ご覧ください。はい、ハリーポッターのエリアにやってきました。もうね、入った瞬間からハリーポッターの音楽がずっと流れてるので、それだけで興奮したんですけど、私以前イギリスにあるメイキングオブハリーポッターという全て実物のセットや小物などが保存されているところへ行ってきたんですけれども、そこで見た時はこうやってお店の中に入ることはできず、外観しか見ることができなかったのでとても興奮しました。このオリバンダーのツエアさんもね、こういう風にウィンドウがあるだけじゃなくて中に入ることができてすごく嬉しかったです。はい、ではハリーポッターからみんなにハリーポッタークイズ初級編です。まずこのハリーポッターの相棒ヘドウィグ、皆さんご存知ですよね。このヘドウィグの性別はメス、オス、どちらでしょうか。考えてみてください。はい、では初見編の正解はメスでした。正解の方おめでとうございます。はい、では疲れたのでランチタイムにしたいと思います。ここは原作にも出てくる3本のほうきというパブで、中の内装もすごく凝ってて、とっても素敵なレストランでした。そして私はイギリスの名物であるフィッシュ&チップスを食べました。フィッシュ&チップスいただきます。そしてハリーポッターといえばバタービールも外せないですよね。なんかジンジャーエールとクリームみたいな感じ。あ、でも美味しいよ。エムクチュールチャンネル。はい、ではここでハリーポッタークイズ第2問中級編です。ハリーポッター第2作目秘密の部屋より問題です。ハリーポッターそして例のあの人、2人に共通するヘビ語で話せる人のことを何て言うでしょうか。考えてみてください。はい、わかりますでしょうか。第2問の答えはパーセルマウスでした。わかりましたでしょうか。正解の人おめでとうございます。エムクチュールチャンネル。はい、というわけで急なんですけど、ここからは私がイギリスで巡ったハリーポッターの実際のロケ地ご紹介したいと思います。ここはオックスフォードにあるオックスフォード大学です。第1作で使われたこの月刊、そしてハリーポッターの大聖堂のモデルとなった実際に学生たちが使っている食堂がこんな感じです。そしてオックスフォードにある図書館は第1作の保健室、そして第4作のダンスを練習するシーンなどに使われてました。はい、ではここで私からもハリーポッタークイズ上級編の第3問目を出題したいと思います。第3問目はこちら、第1作から問題です。第1作の中で例のあの人ヴォルデモートに取り憑かれてしまったフィレル先生という先生が出てきます。この先生です。このフィレル先生の瞳の色は何色だったでしょうか。はい、時間です。わかりましたでしょうか。フィレル先生の瞳の色、答えはイエローでした。これは本当に本当に
超上級編だと思います。以上3問のハリーポッタークイズをお楽しみいただけましたでしょうか。本当はねもうちょっと現地で出したかったんだけど、皆さんもぜひねユニバーサルスタジオに行くときは事前にハリーポッターの映画を見て、そして楽しんできてほしいなと思います。というわけで本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。次回はいよいよホグワーツ城に入場です。そして私が以前行ったメイキングオブハリーポッターのスタジオの写真、動画も少しご覧いただきたいと思ってます。いたずら完了。